徳田省吾の最後。はやぶさ消防団。彼は何を考えていたのか。それがわからないまま、自ら命を絶ちました。これまで犯した事件の理由、動機、目的が一切わからないまま言ってしまった。果たして本当に自ら命を絶ったのかもわからない。彼が最後に残したメッセージ、王様の耳はロバの耳。この意味は。第8話のお話は、東京からの帰郷後、多くの人で賑わうハヤブサ地区に、三馬太郎は驚愕する。彼はミステリー作家としての名を持つが、この混沌とした状況に戸惑いながらも、映像ディレクター、立木彩の元へと向かう。しかし、彼の前に突如現れたのは、アビゲイル騎士団の継承団体、聖母アビゲイル教団の弁護士、杉森昇。そして、太陽光発電の会社、ルミナスソーラーの真鍋明光だった。杉森からは、彩がすでに教団の一員となり、太郎には再び会うことはないと告げられる。確かに彩は姿を一瞬見せるものの、太郎の視線を避け、すぐに屋内へと消えていった。はやぶさ地区には観光客とおぼしき人々が集まっていたが、実際は聖母アビゲイル教団の信者たちであることが明らかに。すでに多くの信者が地区の空き家を占拠し始め、その拡大の速さに、はやぶさ消防団の団員は驚愕する。はやぶさ地区が教団に取り込まれてしまう可能性を恐れ、消防団は町長村岡新蔵へと助けを求めるが、その一方、太郎ははやぶさ地区が教団に選ばれた理由が理解できずにいた。そんな折、白髪の女性 A 子が太郎の家を訪れ、続いて彩も太郎の元を訪ねてくる。再会した彩に太郎が、すべて嘘だったんですか?と問いかけると、彩の返答は。第8話はこのようなお話になるようですが、いよいよというか、ついにというか、少しずつ姿を現してきたアビゲイル騎士団。最初は編集者中山田からの立木彩に関する情報からでしたね。それが一気に姿を現してくるようです。聖母アビゲイル教団として。昔大事件を起こしたアビゲイル騎士団のことを隠す気はないようですね。名前が似すぎています。生まれ変わったことは強調するのでしょうけど、あの事件を覚えている人、知っている人は、怪訝な顔をするはずです。それでも、アビゲイルという名称を使うのは、それだけこの名に誇りを持っているということでしょうね。ちなみに、アビゲイルというのはヘブライ語で、父の喜び、または喜びの源、という意味があるようです。そんな教団から立木彩は抜け切れてはいなかったようです。それどころか教団信者をはやぶさ地区に呼び寄せた疑いがある。もしくは移住という名目の視察の可能性もあります。そして教団の弁護士杉森昇。一緒にいるのはルミナスソーラーの真鍋明光。真鍋も教団の信者の可能性が高くなりました。多くの信者をはやぶさ地区に移住させて、そこに王国でも作ろうという計画でもあるのでしょうか。昔、なんとか真理教が富士山麓の地域に理想郷を作ろうとしていて、
そこを拠点に独自の教育や訓練をして様々な犯罪を犯していたようですが、それと似たようなことを考えているのか、それとも犯罪などは関係なく自分たちの追い求める理想の社会をハヤブサ地区に作ろうとしているのかは不明ですが、それでもこれまでの放火などの犯罪にこの聖母アビゲイル教団が関わっていることが色濃くなってきました。理想郷を作ること、目的を達成することなら何でもありの集団に思えます。そして次回、白髪の女性 A 子が太郎の元を訪れるようですが、彼女が一体何者なのかわかりそうです。太郎の家の物置で見つかった古い写真に写っていた綺麗な女性小林涼子とは関係はあるのか、もしかしたら本人なのか、何か関係があるのかわかるのかもしれません。今回のお話は、徳田省吾が死んでしまうという悲しい結末を迎えました。そして、彼が放火の犯人だという最悪の事実もわかることに。彼が最後に残したメッセージ、王様の耳はロバの耳。この童話は多くの人が知っています。童話として幼い頃に絵本などで知る話ですね。王様の耳はロバの耳はイソップ童話ですが、その大元はギリシャ神話に登場するフリギア王国の王様ミダスの逸話です。フリギアはかつてアナトリア、現在のトルコ周辺に実在した古代王国です。この話は元はギリシャ神話として伝わっていますが、発祥は実はトルコなのです。どんな話か覚えていない方のために。ミダス王は神々を怒らせ、ロバの耳になってしまい、とても恥ずかしくなった王は帽子をかぶって耳を隠しますが、床屋にだけはこの秘密がバレてしまいます。床屋は秘密を守ることが苦しくなり、川のほとりで穴を掘り、王様の耳はロバの耳と叫んで秘密を埋めてしまうのですが、この場所から生えた足が風に吹かれるたびに王様の秘密を囁き続け、やがてすべての人々が王様の秘密を知ることになるというお話。現段階で徳田省吾がなぜこのメッセージを残したのかははっきりとはわかりませんが、王様の耳はロバの耳のお話はいくつかのメッセージが込められたお話です。真実と秘密、人々は秘密を持ちそれを隠そうとする、しかし真実は最終的には明らかになるものであるというメッセージが含まれています。人々の欲求。人々は驚きや興味を引く情報、特に他人の秘密を知りたがる傾向がある。床屋が秘密を守ることができなかったのは、この欲求を反映しています。自然の力。足が秘密を囁くことで、自然が人間の意図や努力を超えて事実を広める力を持つことを示しています。真実、秘密、人間の欲求、自然の力といったテーマを通して人間の心理や行動の側面を照らし出しています。あまりにも広い解釈で徳田省吾が何を言いたかったのかははっきりとはわかりませんが、真実と秘密が一番近いのかもしれませんね。真実はいつか明らかになっていくということ。いつか自分が放火犯であるということが知られるということを覚悟はしていた。そしてその理由、動機、目的がすべてさらけ出されていくことはわかっている。
真実は隠し通せないという教訓を、王様の耳はロバの耳で最後に表したのかもしれません。真実とは、自分が放火犯であるということ以外のこと、聖母アビゲイル教団のこと、その目的や実態がいずれ皆にも知られることになるという警告なのか、喜びなのか、悲しみなのかはわかりません。しかし、教団の信者がハヤブサ地区に退去して押しかけてきたということは、もうその目的の一つは隠さなくても良くなったのかもしれませんね。準備は整った、これからは隠さずに行動するということでしょう。ハヤブサ地区を乗っ取る、そして乗っ取ることの目的は理想郷を作ること。自分たちの目指す社会、教育、法律、思想などすべてをハヤブサ地区で実現させていくこと。日本という国の中に別の国を作ることかもしれません。それには人、経済、外交、貿易、防衛、領土保全、領空保全などすべてを兼ね備えていなければならないのですが、本気でそれを考えているのかもしれませんね。ハヤブサ地区で起こった事件はただの放火ではなく、もっと壮大な話になっていきそうです。そんなことになぜ三馬太郎は巻き込まれてしまったのか、何かに導かれてきたのか、だんだんはっきりしてきそうです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。